こんにちは、タクボカリンです。今日はピヌエのオータムコレクションのルックブックを撮っていきたいと思います。ちなみに身長は157センチ、体重は42キロ、骨格はナチュラルです。今回のコレクションで4周年を迎えることができました。皆さんありがとうございます。型数もかなり増えて、今回紹介するこちらが秋の第1弾となっております。第2弾も何かしらの形で後日紹介させていただきます。で、余談ですが、今回このルックブックの全ての編集を自分でしてみました。少しでも見やすくなっていると嬉しいです。ということで早速撮っていきたいと思います。1コーデ目は国運ニットワンピースのブラックを着用します。こちらは秋になっても例年通りまだまだ暑い日が続くと思うので、ニット地の半袖ワンピを作ってみました。秋先取りって感じで着ていただきたいです。で、ゆったりとしたシルエットのワンピースなので楽ちんなのと、妊婦さんにもおすすめです。肩の部分はストンと落ちていて、腕の部分は一番太いところを隠してくれるので、ゆったりとしたシルエットだけど着痩せして見えます。それに結構しっかりめのニット地なので下着も透けません。ハーフジップの部分は開けても閉めても可愛いです。で、こちらが3色展開で、じゃん、他にトマトとアイボリーがあります。トマトは少しオレンジ味のある色なので強すぎず、肌なじみが良くて存在感も出るので華やかな感じがお好きな方におすすめです。アイボリーは柔らかさもあってカジュアルだけど女性らしい感じがお気に入りです。ブラックは合わせる小物で見え方が変わるので、個人的に一番飽きが来ないかなと思います。次、2コーデ目はハンドステッチニットキャミ&カーデセットのピンクと、タックデニムパンツのブルー、ウェーブボストンバッグのキャメルを着用します。このキャミ&カーデセットは展示会でもめちゃくちゃ人気だったので今回たくさん作りました。キャミ単体でもカーデ単体でも使えるので本当に可愛くておすすめです。ステッチが可愛すぎるので後で近くで見せますね。ちなみにこのカーディガンはポケットもファスナーもついています。パンツはメンズライクなシルエットですが、タックが入っているのとウエストはキュッとしてくれているのでスタイルアップしてくれます。オールシーズン使えるのはもちろん、形かなりこだわったので万能アイテムの一つです。で、キャミのステッチが近くで見るとこんな感じです。カラフルでいろんな柄が入っていて可愛いですよね。バッグはマチがしっかりあるのでペットボトルも 2,3 本入ります。ポケットも外にも中にもついていて、生地感もシルエットも可愛いのでかなり人気なんじゃないかなと思っています。で、バッグとパンツの色違いは他のコーデで紹介するので、じゃん、キャミ&カーデが3色展開で、他にベージュとブラックがあります。ベージュもブラックも可愛いんですよね。まあ、着回しするならこの2色がおすすめですが、私はカラフルなものを身につけてると気分が上がるので結構ピンク推しです。デザイン性のあるスカートやダメージジーンズとの相性もいいと思います。3コーデ目はカットアウトスリーブロンティーのホワイトとストライプギャザービスチェのベージュを着用します。ロンティーはシンプルですが、袖口にカットアウトのデザインが入っているので他と被らなくて可愛いです。それと着心地もいい。ニットやスウェットの下に着て袖口を覗かせるのも可愛いです。で、ビスチェは単体ではピヌエでおそらく初めて出すのですが、これ本当に可愛くて、こんな感じでロンティーに合わせてもよし、シャツやシャツワンピ、ニットワンピ何に合わせても可愛いので着回し抜群アイテムです。ぜひアクセサリー感覚でゲットしていただきたいです。ロンティーの袖口は近くで見るとこんな感じです。デコルテも綺麗に見えるデザインです。で、ロンティーの色違いは次に着るので、じゃん、ビスチェがもう一色グレーがあります。ベージュもグレーもパーソナルカラー問わず使っていただけると思うので、本当は一色で出そうと思ったのですが、どっちの色味も可愛すぎて結局似たような色味の2色にしました。お好きな方をぜひ選んでみてください。4コーデ目はフロントジップジャンスカのブラウンとカットアウトスリーブロンティーのブラック、ウェーブボストンバッグのホワイトを着用します。ジャンスカは素材はカジュアルなんですけどフレアなシルエットなので程よく女性らしさがあって可愛いです。アウトドアにもおすすめ。
肩紐とウエスト紐の長さも調節が可能になっております。インナー次第でいろんな着方ができるので、今なら半袖 T シャツやキャミを合わせるのもおすすめです。大きなポケットもこんな感じでついていて、携帯もハンカチもすっぽり入ります。近くで見るとこんな感じで、フロントジップは少し開けてあげても可愛いかなと思います。はい、こんな感じですね。バッグのホワイトは美味しそうな牧場のソフトクリームっぽい真っ白なカラーがコーディネートのアクセントになるので、ホワイトもおすすめです。ロンティのブラックも可愛いですよね。で、ジャンスカがじゃーん、もう一色デニムがあります。デニムは間違いないですよね。絹枝ユーザーの方はデニムがお好きな方が多い気がします。私も含めてですが、はい、これはね、選ぶの難しいですね。ちなみに私はこのジャンスカを着てグランピングに行きたいなって思ってます。アウトドアな日でも可愛い服装をしたいって時に最適だと思うので、そんな予定がある方に特にゲットしていただきたいです。5コーデ目はフレアスリーブニットトップスのカスタードとタックデニムパンツのブラックを着用します。このニットトップスもまだまだ暑い日が続くけど、秋先取りコーデしたいと思って作りました。こちらは結構軽めなニットなので、多少暑い時期でも着ていただけるかなと思います。パンツは先ほどと色違いのブラックです。ブラックは本当に使いやすい推しです。私の SNS でもかなり出番多くなるんじゃないかなと思っています。トップスはこんな感じでオフショルにしたり、クルーネックのまま着たり、ワンショルにしたり、いろいろアレンジを加えて着ていただきたいです。ショート丈なのでローライズのデニムを合わせて少しお腹を見せるのも可愛いと思います。で、じゃーん、トップスが3色展開で、他にグレーとカーキがあります。このグレーの色味がめちゃくちゃドタイプなんですけど、なんかまだらな感じが猫っぽくないですか。カーキも深みがあって、あー、秋が来たなーって感じがして好きです。形が本当に可愛いのでデートにも持ってこいです。細身なキャミワンピの上から着たりしても可愛いと思いますが、私的にはこのパンツとの合わせが一番おすすめです。ぜひ合わせていただきたい。6コーデ目はハンドステッチニットキャミ&カーデセットのブラックのキャミとタックデニムパンツのブラック、ショルダーステッチテーラージャケットのチェックに、ウェーブボストンバッグのブラックを着用します。ちょっと長くてすいません。これはすっごくお気に入りのコーディネートです。この秋は綺麗めなジャケットを着たい気分だったので、オータムコレクションを作る上で最初に思い浮かんだのがこのジャケットでした。私は元野球部で肩が広いので、肩パッドが入っているものは基本パッドをね抜いたりするんですけど、これは形がめちゃくちゃ綺麗でスタイルもよく見えるし、顔も小さく見えます。理想のジャケットすぎる。で、このジャケットがもう一色ブラックがあるので、このまま羽織ってみます。じゃん、こんな感じですね。ブラックはより締まって見えるのでかっこいいですよね。打ち合わせとか会食の日にも着ていきたいなと思ってます。オフィスカジュアルにもいけるんじゃないですかね。私はデニムに合わせてるんですけど、スラックスやスカート、ワンピースの上からでも何でも合わせやすいので、これは一度羽織っていただきたいなと思ってます。チェックもブラックも、うん、どっちも推しです。7コーデ目はマルチボーダーニットトップスのサックスに、ダメージラッフルスカートのブラック、ウェーブボストンバッグのキャメルを着用します。このトップスはとにかく着心地がいいです。ピタッとしているように見えるかもしれないんですけど、意外と程よい緩さがあります。1枚で着ても可愛いし、重ね着してもキャミワンピに合わせてもよしと、この配色がめっちゃ可愛いんで後でよりで見せますね。スカートは私が作りたかった理想のダメージスカートで、ザクザクのこのフリンジが最高に可愛いです。このスカートも私の SNS にたくさん登場すると思います。で、後ろにポケットがついているのとベルトループがあるので、ベルトをしても可愛いです。ボーダーの配色はよりで見るとこんな感じになってます。で、バッグ、今回乱用してますね。またまたキャメルのご登場でした。で、ニットトップスが3色展開で、他にイエローとカーキがあります。どれも配色にこだわりました。ちなみにカーキにはピンクも入れたりして、遊び心が満載です。カーキとピンクってこんなに馴染むんだって思いました。
で、スカートは色違いはまた後で着用して紹介するので少々お待ちください。まあ、とにかくスカートご利用しです。どんなコーディネートにもアクセントになってくれる理想のデザインすぎるのと、こちらもオールシーズン使っていただける万能アイテムですね。8コーデ目はカーブ切り替えシャツのホワイトにダメージラッフルスカートのブラック、ウェーブボストンバッグのブラックを着用します。このコーデはちょっとモード系なのでいつもと違う雰囲気がお気に入りです。ちなみにこのシャツは形が可愛すぎて、なんとメンズサイズも作りました。私が着用しているのがレディースサイズなんですけど、後日インスタグラムに夫が着用したサイズ感をアップしますね。ちょっと動画に間に合わなくてすいません。でこんな感じでボタンをきっちり締めても、逆にざっくり開けて襟を抜いても可愛いです。ちょっとアクセントのあるキャミとか中に着ても可愛いと思います。でシャツがじゃーん、もう一色チャコールがあります。ホワイトもね安牌に可愛いけど、チャコールも間違いなく可愛くて迷います。メンズライクなシャツですが、細身のワンピースと合わせたりしてもめちゃくちゃ可愛いので、ゲットしてくれた方はぜひ合わせてみてください。余談ですが、このコーデした時にね、髪をバッサリ切りたくなりました。最近また髪を切るか迷っています。9コーデ目はギャザーヘムキャミワンピースのベージュにカーブ切り替えシャツのホワイトを着用します。キャミワンピは脂肪感のあるナイロン生地で、太めの肩紐と少し絞ってある裾がアクセントになっています。それとこんな感じで今の時期なら1枚で着ちゃっても可愛いです。シースルー系のインナー合わせや半袖長袖を合わせるのはもちろん、上からトップスを着用して、スカート風にしても可愛いので着回し抜群アイテムです。私はこんな感じで先ほどのシャツを合わせてみました。チェックなどの柄物のシャツを合わせても可愛いです。あと元のシボ感のおかげでシワも気になりづらいのと、かなり軽いので旅行先に持っていくのもおすすめです。でじゃん、もう一色ブラックがあります。ブラックもめっちゃ可愛いですよね。2色とも着回ししやすいし、なんならお昼は上からシャツを羽織っておいてディナーで脱いじゃうのもありですし、一見カジュアルだけど合わせる小物次第で綺麗めにも持っていけるのかなと思います。なんだかんだ綺麗めカジュアルが一番使えますよね。10コーデ目はシアー×ニットコンビワンピースのチェックを着用します。こちらはしっかりインナーもついていますのでご安心ください。はい、着替えました。ピヌエはこういう異素材同士を組み合わせがちなんですけど、シアー系とニットって合いますよね。ウエストはゴムが入っているのでキュッとなってスタイルアップしてくれます。透け感も揺れ感もこのチェック柄もめちゃくちゃ可愛いですよね。ちょっとレトロっぽさがあるので、あえてベレー帽とか合わせたいなって思いました。でこちらがじゃん、もう一色ブラックがあります。ちなみに首元、袖口、裾がニット仕様になっています。柄と色が違うだけで全然違うお洋服に見えますよね。ブラックはきれいめでオケージョンにもいけそうな感じです。2つとも可愛いけど、まあ私はチェック推しかな。皆さんはどうでしょう。生地をねたっぷり使っているので、揺れ感が綺麗で上品に見えるのがポイントです。ちなみにこちらは私の夫の推しワンピです。次、11コーデ目はブークレカラーニットワンピースのアイボリーにウェーブボストンバッグのブラックを合わせます。このワンピースはちょっと前に出した人気ワンピースのリニューアル版です。こちらも展示会で大人気でした。着心地がいい、おしゃれだけどダルッと着れる、通称おしゃだるワンピです。長時間の移動や今日は食べるぞって日とか、なんか何着ようかな、これにしようみたいな日にもおすすめ。もちろん妊婦さんにも楽ちんに着ていただけます。軽めのニットにポケットもついていて、襟の部分と袖のラインがブークレ素材になっているので、そこがアクセントになっていて可愛いです。でバッグが今回乱用しすぎてるんですけど、本当に使い勝手良すぎるし、ブラック可愛いです。でこちらがじゃん、もう一色グレーがあります。前回のワンピはアイボリーとブラックの2色だったんですけど、今回はアイボリーとグレーの2色にしてみました。グレーは微配色になっているのが可愛いですよね。私はドイエベなんですけど、最近意外とグレーが好きです。
自分に合うものを知るのももちろん大事なんですけど、情報にとらわれすぎず好きなものを身につけたいなと思う今日この頃です。12コーデ目は V ネックシャツワンピースのデニムを着用します。このワンピースは大人きれいめカジュアルって感じです。V ネックの部分にチョーカーがついているようなデザインになっているのがポイントで、タイトめなシルエットに袖はポワンとボリュームがあるワンピースです。さらに袖にはスリットが入っているので、カフスのボタンを外して着用しても雰囲気が変わるのでおすすめです。チョーカーっぽいデザインめっちゃ可愛いですよね。これ両サイドの大きなポケットに加え、ちょこんと小さなポケットが一つ胸の部分にあるのもポイントで、こちらがもう一色ベージュがありまして、このベージュも好きなんですよね。小物をブラウンでまとめたコーデがしたいなって思ってるんですけど、まあ私がこれを着ていくならどこだろうな、リンゴ狩りとかショッピングとかかな。次、13コーデ目はスウェットライクニットトップスのネイビーにダメージラッフルスカートのキャラメルにウェーブボストンバッグのホワイトを着用します。このトップスは毎年大人気のユニセックスのスウェットです。今回が M サイズと L サイズの2サイズ展開なんですけど、前回のものより少しゆったりめに作ってます。ちなみに M サイズはレディースの M から L サイズぐらいで、 L サイズは男性の L サイズから XL ぐらいのサイズ感になっています。素材も前回よりレベルアップしているので、ぜひ着用していただきたいです。でこちらが4色展開で、他にピーチ、バニラ、グレーがあります。ほんのり光沢感のある糸を使っているので、カジュアルになりすぎずすごく使い勝手のいいトップスかと思います。ちなみにこの私が着用している右から2番目のバニラのカラーが L サイズですね。彼から借りましたって感じで、これはこれで可愛い気もします。この手のトップスは何枚持っていても使えるので、秋冬春と私は乱用するんじゃないかなと思います。14コーデ目はベロア×チュールドレスのマロンを着用します。10月中旬くらいまでは毎年暑いので、ベロアを使って半袖のオケージョンドレスを作ってみました。ちなみにこちら取り外し可能なカップ付きでございます。結婚式のお呼ばれにはもちろん、ディナーなどにもおすすめです。ベロアとチュールの組み合わせって可愛いですよね。これはね、長袖版があっても絶対可愛いよなって思ってます。細めのベルトをしても上品さが増して絶対可愛いですよね。でこちらが3色展開で、他に抹茶とブラックがあります。抹茶は結構深みのあるグリーンで、濃い抹茶って感じで存在感があって可愛いです。でこのブラックは安定、もう私ベロア素材のブラック大好きなんですよね。このなんか真っ黒漆黒感がたまらないです。大きめなゴールドのアクセサリーとか合わせて着たいなって思ってます。袖の部分もチュールなので、上から何か羽織っても邪魔をしないので、割と長くお使いいただけるんじゃないかなって思います。次、ラスト15コーデ目はステッチニットセットアップのアイボリーを着用します。ピヌエではいつもニットセットアップが人気なんですけど、今回のもめちゃくちゃ可愛くないですか。ミックスヤーンにステッチのデザインを入れてみました。ちなみにスカートにはちゃんと裏地もついています。トップスはオフショール風に着ることもできるのと、お手持ちのデニムやスカートと合わせていただいても可愛いです。スカートは単体で使うなら、この時期は半袖の T シャツ合わせとかしたいなって思います。でこちらがもう一色、じゃん、ブラウンがあります。大人っぽさもありつつ、ニットのほっこり感もあってね、可愛いんですよね。2色とも雰囲気が全く違うけど、まあどちらも選べないくらいお気に入りです。スカートは長めなデザインになっておりますが、3サイズ展開なのでご安心ください。アイボリーはディズニーに着ていきたいです。はい、ピヌエのオータムコレクション第1弾のルックブック、いかがでしたでしょうか。発売日は8月30日金曜日の19時からとなっておりまして、発売前インスタライブは2日前の8月28日水曜日の18時からピヌエの公式アカウントにて行います。こちらはアーカイブも残しますのでご安心ください。で
じゃーん、こちらが iFace さんとコラボで作らせていただいた iPhone ケースです。もうめちゃくちゃ可愛い。 iFace さんとコラボ商品を作れる日が来るなんてもう数年前の自分に教えてあげたいですね。ただ3サイズしか今回準備することができなかったので SE14、15のみの販売となっておりますのでご了承ください。でこちらが今回のノベルティのミラーです。展示会でもお渡しさせていただいたものになっております。税込み3万3000円以上のお買い上げでプレゼントさせていただくんですけど、数量限定で先着順となっておりますのでこちらもご了承ください。そして今回のルックブックが主にサンプルを使用しているので詳しいサイズ感はインスタライブにて確認していただけると幸いです。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。